牧村誠の行方はただ一人の味方だったリーの死とともに消え去った。真島は佐川、西谷といった誠を狙う勢力とともに彼女を連れ去った白いスーツの男を追う。間もなく浮かび上がってきたのはかつて真島もその一員だった東条会の影。彼らはすでに神室町の不動産屋を使い密かに誠を神室町へ立たせていたのだった。彼女を追うため蒼天堀という檻を出ることを許された真島はかつて自分が極道として生きた神室町を目指す。ただし真島に課せられているのは今なお牧村誠の殺害に他ならない。異性はどこ行ったんだぐらい。え？ほら立てや。立てっつってんだろうが！助けて、殺される。何見てんだ。いいえ、何でもないですわ。ちょっと。この野郎。ふざけた真似してんじゃねえぞ、くれ！立てつってんだ。何遠慮しとるんや、真島。少し身内に酒あかんようになったんか。いえ。何も怖がることないで。お前にええ話があるんや。急な呼び出しだな、兄弟。佐川。ふん、水臭いこと言いなや。お前こそこっち来てるんやったら声かけてもらうな。これで全員や。久々にうまい酒が飲めそうやな。ただのピエロ、ちゅうわけか。おい、落ち着けよ。負けてきれんなら、もうパチンコなんかやめろって。うるせえんだよ。おい、てめえ待てよ、こら。なんか、こいつヤバくね。バカ、やべって。
肩ぶつけたろが、謝れっつんだよ。どうでもええ。は？好きにせえや。マジかよ。おれ上等じゃねえか。あ、よっしゃ、俺もやらせろ。あらあらあら。登場会に復帰したってことですか、真島さん。まだや。だったらなんで牧村誠を追ってんだ。あの子を守るためって言うたら信じてくれるか。何？お前の兄弟分はどこや。牧村誠どこに隠しとる。錦山君、お前じゃ俺には勝てん。笑わせんな。会ったばかりで俺の何が分かんだよ。今ので何も分からんようやから、お前は俺に勝てんのや。あんたも分かっちゃいねえよ。あんたの目に俺がどう映ってんのか知らねえが、俺は死んでも兄弟を売る男じゃねえ。なるほど、そういうことかいな。確かにあんたは強えらしい。それでも俺は引くわけにはいかねえんだよ。これが殻の一つを。お前、まことなんやろ。そないなとこで何してるんや、お前。まこと？見えとるんか。